です。先ほどですね、長野県での撮影が終わりました。今から群馬県に行きたいと思います。ここから車で2時間くらいです。長野はすごい緑がね、豊かですね。群馬もね、何回か行ってますが、今回まだ行ったことない温泉地ございますので、楽しみでございます。では安全運転で気をつけて行ってまいります。サービスにある舞茸天ざるそば、今日のお昼ご飯です。よいしょ。はい、それではね、群馬県にやってきました。群馬県に来たということで、早速こちらでね、パチスロ1000円チャレンジをしていきたいと思います。では行きましょう。はい、ということで今から行きますのは、なんと初めての伊香保温泉でございます。ここから車で20分ぐらいですかね。はい、走らせて伊香保温泉の方に向かいましょう。じゃあ行くぞ。伊香保温泉に到着しました。本日泊まるのはこちらの、桜井旅館さんです。でも3時チェックインしたんですけども、貸切温泉も3時に予約しちゃったので、今からすぐ貸切温泉に入りに行きます。なんか一番大きな貸切温泉らしいので、50分3000円ぐらいのところでした。はい、では温泉にまずは入ってから温泉街を見に行きましょう。では行きますよ。ではこちらがね、貸切温泉です。行きます。お、脱衣所ですね。脱衣所でなんかすごい綺麗じゃない？こう座って休むくつろぎスペースとかもねあって、はあ、いいね。このねガラス越しに見えるんですけど、あー、まあ、みんな見ないの。見ない。入るからね、今から着替えて入りますよ。あ、扇風機が、あ、だから見ないの。待ちなさい。ちょっとこっちの方も見て、ほら洗面台があって、トイレもちゃんと完備されております。では着替えて入りますよ。旅館に来てね、すぐ入ることにはなってしまいましたが、まあ時間のね兼ね合い上しゃあない。あれ、カビって閉めた。こんな格好で申し訳ないけど、こんな格好になった。よし、今日も暑いですからね。あと、じゃあちょっと取りっぱなしなの、ちょっとお待ちくださいよ。はい、準備 OK です。では行くぞ。なんかここに子供用のやつ置いてありますね。ファミリー層向けな感じの旅館でした。こんな感じのね、温泉でございます。ちょっと今窓がね閉まってるんですけど、多分開くはずですよ。ちょっと足だけ流して窓開けに行ってくるね。
風が入ってくるからすっごい気持ちいいよ、ここよいしょ。あー今、人生で初めて伊香保の湯に浸かりました。なんか、伊香保温泉ってすっごい有名じゃないですか。草津温泉があって、伊香保温泉があって、島温泉があって、本当に群馬って有名な温泉ってたくさんあるんですけど、初めて来たこの伊香保温泉、すごいお湯がね、無色透明でものすごく綺麗だね。今日の気温は41度らしいです、昨日まで入っていた渋温泉と比べるとまだ入りやすい。41度でもさ、ずっと使ってると汗かいてくるよね。でこちらには源泉が流れています。ここから上にもと流れてきております、源泉。あ、全然熱くない。ここに溜まっている硫黄と同じ硫黄のものがね、出てるので、ちゃんと調整されてるんですね。すごい入りやすくていい温泉だね。ここはね、外がね、見えるのがね、露天の貸し切りなのかな。うわ、すごい、これ立ち上がると結構丸見えだ。気持ちいい。伊香保ってこんなとこなんだね。竹の外科法にね、いや、来ましたよ、初めて。本当はね、最初に、温泉街とか行けたらよかったんだけど、もうあんまり時間がなくて、3時にチェックインをしてから、温泉街の街ってさ、温泉街の街、そうだな、温泉街のお店とかって結構早くに閉まっちゃったりするじゃない。とりあえず3時に入って4時ぐらいに、石畳とか有名なところに行ってみようと思います。この桜井さんではね、その石畳のところまで、無料で送迎してくれるらしいのでね、その送迎車に乗って行ってみましょう。貸切温泉確か4カ所くらいあったよね、多分。全部有料でチェックインした時に、予約をする感じに、なっております。今日泊まるお部屋は特別室で、あの客室にもお風呂がついているところなので、それはまた夜とか帰ってきたからね、入ってね、伊香保を堪能しましょう。この伊香保温泉はですね、なんと古墳時代に、湧いたと言われる本当に古い歴史のある温泉らしいです。で、万葉集って昔のね、あるじゃないですか、こう書いてあるやつ、あれにもこの伊香保の地名が書かれてあるらしい。めっちゃ古い、すごい、1900年ぐらい前からあるみたいな。そんなね、歴史をまだここに来て何も感じておりませんが、温泉街の方にいたら何か歴史を感じることができるのでしょうか。まあ、いろいろなね、出来事だとか事件だとかね、あったと思うんですけれども、まあ、私は詳しく分かりませんので、何があったんだろうとかね、気になるっていう方はぜひね、ホームページだとか、あと YouTube でも詳しくお話をされている方もたくさんいると思いますので、そちらを見るとね、もっともっと詳しく伊香保温泉知ることができると思います。私は分かりません。まあ、いつもね、こうやってペラ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 喋ってて、正直感じてないところがあるの、私。この温泉の泉質とか温泉のお湯加減とか、話してることに夢中になるとさ、わかんないよね。黙って入ってる時に気づくことってあると思うの。ちょっと黙って入ってみようかな。熱っ。何も分かってないのよね。石畳の方に行けば何かしら書かれてあるかなっていう甘い考えで行こうと思っております。いや、でも本当にね、この辺りもいろんな旅館
炭酸ホテルとかがね、あの立ち並んでおりますので、もうやってるところやってないところあると思います。結構イカホは廃とかしているところもあるって聞いたので、まあ以前よりはねお客様も少なくなってるんですよね。あ、でも近くにさ、パチンコ屋さんもあるしさ、なんかこういろいろ楽しみそうじゃない？いや、通ってくるときに、なんだっけ、ブリン牧場みたいな、結構広めな牧場もあったりして、なんか温泉以外にも楽しめる施設とかもありそうな感じはいたします。まあ、パチンコはちょっと違うか。まあ、イカホは今日1日だけ、しかも本当にもうついさっき、3時ぐらいに着いて、で明日もチェックアウトしたら多分そのまま別のところ行こうかなって思っているので、何かとバタバタしますが、そんな見るとこないでしょねえ、後ろ髪くらいじゃない？ちょっと甘い考えですけど。あ、見て見て、イニシャル D のマンホールだ。あ、戻ってきて入ったら、温泉街に行ってみましょうか。めっちゃ楽しみなんだけど、なんかずっと入ってばっかりでね、なんか全然見てなかったんだけど、洗い場チェックしてなかったんだけど、洗い場チェックします。はい、ではこちらが洗い場ですね。シャンプー、リンス、あれこれこの間見たの、昨日見たの、どこにでもいるやつだね。であとはちょっとわからないような洗顔料、綿香落としとか、とこの酒粕洗顔、あと石鹸ね、置いてあります。で、シャワーは普通のシャワーですね。はい、普通のシャワーでございます。体が熱いからこの水がすごく気持ちいい。こちらの桜井旅館さんには大浴場もね、ありますのでね、そこで頭とか洗うといいかもしれません。ということで、もうちょっとね、暑くなってきたから、あとは温泉街に行きましょうよ。お部屋に戻ってまいりました。今から高速お部屋紹介をしたいと思います。こちらにはですね、冷蔵庫が設置されております。冷蔵庫の飲み物を引き抜くと自動的に宿泊代に加算されますということでね、中に飲み物が入っております。まあ、瓶のねコーラとか絶対美味しいですよ。はい、でこちらの方が、今和室でございます。広々としてね、綺麗な和室です。ここ開けると、うわ、なんと綺麗なお庭のようなものがご覧になられますでしょうか。わっ、ここがね、なんかすごい暑いんですけど、ご覧ください。なんかここにこうやって座りながら景色を楽しむことができるところです。すごい最高じゃない？灰皿も置いてあるし、でここにもテレビもね置いてあるから、夜とかさ、ここでこうお酒をちょびちょびしながらさ、テレビ見て、でここはあれだね、カーテン あるか。でも夜はね、どんな景色を見るんでしょうね。山がね綺麗に見えます。こちらにもなんと、はい、お部屋がついております。これハマってるだけなんだね。よし、ここが入り口にたどり着きます。でこちらは、洗面所とか置いてある、置いてある、設置してある場所で、ここが、洗面台になっております。綺麗ですね。でここがね、客室の温泉がついてるんですけども、おお、ここが、洗い場、こっちが露天風呂でございますね。白木の浴槽があって、自分でね、お湯をためる式の
お風呂です。客室でもねこうやって半露天風呂が楽しめる、そんな特別室となっております。ちょっとバタバタと説明してしまったんですけれど、あーちょっともう来てからずっとバタバタしていますが、今から温泉街の方に行きますよ。伊香保の温泉街に来ました。かわいい伊香保って書かれています。